調査会おこりは台湾の実業家、長営会運所大社長、エバーグリーンシッピングエージェンシー、ジャパン株式会社社長を歴任したことで知られている。日本名は長島おこり男。1927年に船員の三男として日本統治時代の台湾の台北州総央省で生まれた7歳の時キ,キールに引っ越す南日本汽船株式会社で働きながら 台北第二商業学校や幹部の商業、実践講習所を卒業。18歳で台北本社の船舶部に転勤し貨物船の事務員として働く。日本の敗戦で国民政府が日本船を接収したが、日本語しかできなかったため就職できず、独学で航海士の免許を取り、地元船会社で三等航海士として働き、 後には一等航海士となり、船長にまでなった。1961年に共同出資者と船会社、新大海運航士を設立し中古の貨物船一隻で、起業後、台湾発の新造船を持つまでに成長させた。1965年には別の共同出資者と中央海運航士を設立するも、丸紅を通じて購入した、セントラルトラスト号の不調が元で揉め、 同船と共に同社を離れて独立。マルベニの支援も得て、1968年9月1日に、長英海運を設立し、世界的な海運業者の一つに成長させた。1989年には、台湾発の民海航空会社エバー航空を立ち上げて、航空業にも進出し、台湾最大手の運輸企業グループに育て上げた。2011年時点で、 個人資産16億米ドルとされる。1985年には、調査会おこり基金会を設立し、教育現場への道徳月間無償配布をはじめ、調査会開示博物館及び、町営公共学団設立など医療、文化面での社会奉仕も続けた。政治にも関わり、2000年中華民国総統選挙では、沈水編を支持するも、2008年、 中華民国総統選挙では中国事業への配慮から中国国民党支持者に変わった。2011年の東日本大震災時には個人名義で10億円を寄付するなど長年にわたって日台交流の促進にも寄与した。2012年春に朝日、茂光明を受賞。2016年1月20日、88歳で死去した。背景色グレーは個人。 ありがとうございます。